最近私2チャンネルにネタにされて2チャンネルというものの意義がちょっと分かってきましたねまあただの掲示板じゃないそんな感じがしますね2チャンネル、まあ、昔はなんか情報掲示板とか普通な質問サイトとして成り立ってましたけど最近はまあ見たくなるほど雰囲気が違うのかなそう変わってましたね まあ実際私も10年前の知識で語ってたから、板によって、板っていうかその刑事2チャンネルの中の掲示板によって、動きは異なるけど、まあ質問に答えれば返ってくる。そんな感じのところが、まあ今だと落書きみたいな場所になってるのかな、そう感じましたね。私、動画このように投稿してて、 ま最近なんか2チャンネルでスレッド立ちました。それ昔、そこに書いてることを、まあ、昔の10年前の知識で2チャンネルを考えてましたから、まあ、有益な情報があるのかなと思ったんですけど、まあ、正直ないのかなと思いましたね。それ今、2チャンネル、何なのか。まあ、私の感覚だと、この雑談、今まではその 近くに集まった人たちが言ってるようなたわいもない文句、あと、まあ、すっごくあの、大風呂式広げたような、あの、持論をその人たちだけで語る、そういう場を全国に提供してるのかな、そう思いましたね。まあ、大風呂式広げたいこと、自分の知識とか語りたい人、多いです。でも、ま、あ私みたいにこの署名っていうか、 あの自閉という、そういう名前を出す、自分の名前を出す、それはちょっと嫌だな。っていうか、そんな目的はない。ただ単に独り言つぶやきたいだけ、それを緩く何人かに聞いてもらいたい。例えばこういう商品、こうなってほしいんだよなって、そういう,うに思ってる。思ってるんだったら、メーカーに直接言えばいいだろう。あ、別にそこまでしてしたくない。 企画とかそういうのに携わりたくない。携わりたくないっていうか、別にメーカーの企画担当の人に言うつもりはない。そういうことなんですよね。ただ、鼻口に出したい。これは昔にもっと昔にたどれば、なんかテレビやってた。テレビのあるクイズ番組やってた。その途中でスタジオのセットとか変えた。 その時友達と話してたんですよね。なんか進行が変になって、絵も変になって、それでクイズのこの、なんか雰囲気も変わって、ちょっと嫌になったねって、そう思ってたんですよね。その割にその番組は見続ける、そういうところがあったんですよ。だから、何か言いたい、でも、そんなに大げさにしたくない、そういう場所をその全国規模で提供してるのが、 あの2チャンネルという掲示板なのかなと思いましてね。まああ,のある意味、はけ口。あと、あの普段尻滅裂じゃないキャラが2チャンネルだと尻滅裂になる。それストレスを発散する。あと、普段は、ちょっとあの不真面目だけど2チャンネルだと真面目になる。第2のキャラを演じれる場所なんじゃよね。第2のキャラ。 そういう場所としてあるのかなと思いましたね。だからその一方で、この書かれてる側、書かれてる側はあそこの情報を見ても、クソの役にも立たない、私はそう感じましたね。正直、あんなところの話をその自分の,その企画とかに取り入れてても、いいことはないですね。 ただまあ一つだけいいことあるのは、まあ私という名前、いい方向でも悪い方向でもいいけど、気にしちゃってる。あの、ある意味本当に嫌いじゃないと思うんですよね。本当に嫌いだったら、もう、自閉なんて言う言葉、口に出すの、入力するのすら嫌なはずですからね。それを入力してしまうということはなんか気があるのかな。そんな感じがしますね。だから、 ま、完全に嫌いじゃない。でも、ちょっと気がある。そういう人が書き込む。そういうところなのかなと思いますね。熱烈な人だったら、もう直接、あの、直接本人とか会社とかに書き込みますからね。当初送ったりとか、ファンクラブとか、そっちの方が楽しいはずですからね。だから気にしてるけど、 まあそんなつながりたくない人、そういう人が交流する場所なのかな、ストレス発散の場所なのかな、そう思いましたね。だから情報収集源としては使えない。私はそう感じましたね。